いや、これガソリン車でもめちゃくちゃ静かですね。そうですね。はい、それでは、こちら、ホンダクロスターですね、ガソリン車を乗ってですね、これからどのような違いかというのを見ていきたいと思います。レッツゴー。はい、まずはホンダフリードエア EX に乗ってきました。続いて、こちらクロスターですね、ガソリン車に乗っていきたいと思います。はい、こちらが、ハザードランプになります。このように田んぼの地みたいなところがウインカーが点灯いたします。はい、そしてフロントライトは、ご覧のようにウインカーが、点灯します。そして、ライト、フォグライトですね、こちらが、クロスターの特徴となっていて、下のフォグライトとヘッドライトですねが、クロスターの特徴となっております。吸引率8インチがありますのと、8インチは2個あったんですかね。はい、8インチにナビとディスプレイ容量なんですよ、うん、はい、こちらは、9インチのナビとなっておりますので、こちらも割とおすすめで、この水平基調がそのまま上に出っ張らないので、これはこれで十分なナビとなっております。こちらはあれがないんですね、バックモニターのみですかね。このタイプは車両側がそのタイプなんで、はい、バックカメラのみです。はい、あの先ほどのエアの EX にこれもつけます。はい、でこのナビ自体はマルチビューカメラにも対応するので、あ、なるほど、の仕様でこれもできます。はい、唯一の違いは CD のスロットがないっていうこと、開かないです。あ、なるほど、はい、分かりました。今試乗車を、乗り換えた感じなんですけど、今こちらはフリードクロスターのガソリン車になっています。まず大きな違いとしましては、リアクーラーがあるないの違いになっていて、乗り始めは少しちょっと暑いかなという感じがしますけど、まあしばらく乗っていますとすぐ冷えますので、その辺は問題ないんですけど、そういったちょっと違いがありますので、リアクーラーがあるのはフリードエア EX になっております。クロスターも EHEV の6人乗りだけ、はい、選択可能です。はい、でこれは5人乗り仕様なんで、リアクーラーは設定ないです。まあ、クロスターになるとこういうあのインパネの換気色になるので、こうおしゃれなアウトドア感があります。まだ全然雰囲気が変わってきますよね、雰囲気全然違いますね。シフト周りとエアコン操作パネル周りは、ご覧のように、同じような、操作パネルとなっていますが、リアクーラーがありませんので、操作系のスイッチは装備されてないといった感じです。ガソリン車でもめちゃくちゃ静かですね。そうですね、ガソリン車も静かです。全体的にやっぱり静かですね、全然過不足なく、はい、まだ市場での、燃費の確認もしてみたいと思います。ホイールのサイズとかタイヤの扁平率とかも同じなんですよ。なんですけど、あのハイブリッドとガソリン車の違いだったら、若干ハイブリッドの方が重い関係で、車両重量が、はいはい、バッテリーを積む分重いので、なんか安定した感じですね。そうですね、ハイブリッドの方がしっとり感というか、どっしりとした、どっしり感がある。こっちの方がこう 軽やかに走っていく感じ、乗り心地にこう重厚感みたいなのがあるのは BHEV の方かなと。ガソリン車はガソリン車でこう吹けが軽くて、吹き上がりもスムーズで。エンジンは 1.5 リッターの V テクですね。はい、ちなみにフリードクロスターガソリン車の燃費、5人乗りなんですけど、 WLTC モードが 16.4 となっております。高速で 18.7 って結構いいですね。角が曲がる時がすごい視界がいいので、ハイブリッドほどの静かさはないにしても、すごい静かですね、うん、スルスルっとスピードは上がっていくので、うん、なんかこう重たいって感じが感じられない加速感がありますね、うん、そうですね、スムーズですね、もっさり感がないと言いますかね、はい、価格はやっぱりガソリン車の方が安いですもんね、はい、おそらく最初 EHV が人気なんだろうけど、実際的に売れてくるのはガソリン車でしょうね。ガソリン車も売れると思います、ね、うんうん、だって金額見たらもう260万円台でしょ、はい、車体が最新のホンダセンシングがついてますからね、はい、ホンダセンシングのトラフィックジャマアシストであったり、アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシスト機能の装備は同じですもんね。同じです、全く違って操作することができます。トラフィックジャマアシストがあるので、あのレーンキープも0キロから、速0キロから、これほんま便利なんですよねいいですよね。いや、静か静か、安定感もありますし、ロールもあんまり出ない、うん、
ガソリン車といっても別にそんなにエンジン音が聞こえてこないからもう、そうですね、全然うるさくない、うるさくないですね。2000回転、3000回転もあればもう十分に、操舵支援を行ってくれてます。ちょっと動いてます。ああ、すごいな。今前の車に追従しながら。これ自動ですか？これは減速、はい。いや、自動ブレーキも制御もいいです。制御もいいですね。だから止まっとるのってなかなか、止まってる車に対してこんなに自然っていうのが、そうですね、うん、もう普通に認識しましたよ今ね。はい、低速でもハンドルがこう、ああなるほど、キープしてます。はい、でこれ今信号が赤で前の車が止まってますけど、ご覧のように自動的に制御がかかってブレーキがかかって停止までしてくれると。どういう動きをしてるかっていうのが分かります。ブレーキランプがつくんですね。でフリードの形になってますね。はい、あ、めっちゃおしゃれで、前の車を認識してるっていうので、車線を認識してるから緑になってるんですね。はい、はい、ガソリン車だったらまだすぐ、ガソリン車の方早いですね。早いです、今のところ。クロスターも PHEV の方が長い。うん、これでも自動になります。はいはい、まあ、渋滞追従機能ですね。はい、レーダークルコンも良くなってきて、は、自動です。あ、自動ですか、ね、うん、へえ。ずっと止まっているので、はい、信号待ちで、はい、落ちてきてるんですけど 13.7 ぐらい。あ、今行ってるんですね。でした、はい、でさっきちょっと流れがいいところで走ってる時は 15.1 ぐらいまで行ってました。はい、まあでも高速行ったら WRV もそうですけど、だいたい18超えが余裕なんで、おそらく20近く、下手さ20ぐらい行くかもわからんですね。うん、そうですね、うん、結構そのホンダの出してるカタログ位置に近い数値が実燃費で出やすいので、うん、これあのハンドル計画モニターもありますので、あの N ボックスとかにもありますけど、はいはい、ハンドルを切ると一緒にこのまでね、こういう風にハンドルがどっちに切れてるかをイラストで教えてくれます。これはあのクルーズコントロールのモードにしておけばこれが映る感じですかね。あ、ね、ま、別バックにすると勝手に映る。あ、バックにするとこの、はい、通常はこういう表示なんですけど、はい、バックに入れると自動で、あ、なるほど、はい、ハンドルの切れ角モニターっていうのは、はい、これはいいですね。こう、はい、ハンドルまっすぐにして駐車したいときに戻すときにこれをハンドル戻せば戻るって感じですね。そうです、はい、バックするときも出るし、はい、バックから次前進ドライブに、はい、入れた時にも一定時間経過するまでは出てますので、なのでハンドルの、はい、タイヤの位置を戻すことができる。そうです、はい、動き出した時にハンドルがどっちに回ってるかっていうのが分かるように、はい、はい、これは便利な機能となっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちなみにフリードクロスターの、カーキ色の内装はご覧のようになっていて、このような感じになっていて、上質かつ上品な内装になっております。そしてリア席はご覧のようになっていて、こちらは5人乗りのクロスターとなっております。とても室内が広いのがホンダフリードクロスターとなっております。ということで今回は新型フリードクロスターガソリン車に乗ってきました。